実家までの足取りは重かった。15年前、ミュージシャンになると言って飛び出した時の足はあんなに軽かったのに、うちが見えてきてドアが見えてくると本当に鉛のようだった。鍵は持っていたけど呼び鈴を鳴らした。親父が開けてくれた。母さんはごちそうを作るために買い物だそうだ。親父は白髪が増えていた。あの頃俺のやりたかったことすべてに反対する怒鳴り声が出てきた口はすっかりしぼんでいた。いっそ締めてやろうかと思った首は今や細く、骨の周りにシワだらけの皮がまとわりついていた。手を抜いたわけじゃなかった。暇があったら路上で歌った。寝ずにバイトしてライブハウスを借りた。手作りだけど CD 持った。でも毎月いろんなところに送った。曲が書けない夢にうなされるくらい没頭した。ただいまは悔しかったから、親父が会ってたよというつもりだった。でも弱った姿を見た途端何も言えなくなっていた。俺たちは目を合わせずに黙っていた。しばらくすると親父が奥へ消えていき、何か思って戻ってきた。俺の CD だった。この4曲目は悪くなかった。一緒に聴こう。足が軽くなった。ただいま。